悪いな、こんなところまで呼び出して。話って？お前の父親、ジョー・スメラギ評議会議長のことだ。まさか未だにカサネちゃんが殺したとは思ってないだろう。議長を殺したのは俺だ。本当にお前が？そうだよ、この俺が殺した。今まで黙ってて悪かったな。なぜだ？なんで、なんで父さんを殺した？答えろ、かけろ！別に議長に恨みはねえよ。俺自身のためだ。わかりやすく言えば、まあ保身だな。それに俺の超能力ってほら、いかにも暗殺向きだし、そういうお仕事担当っていうかさ。ふざけるなよ！ちゃんと全部説明しろ！だから言ってるじゃねえのよ。悪かったってこうして自白してんだろう。もちろん俺を許せないってのはわかる。どうしてほしい？どっかに消えろってんなら従うぜ。それがお前のやり方か。ああ、そうだ。所詮俺はこういうやつなんだよ。なら俺も俺のやり方で決着をつけさせてもらうぞ。おっと、そう来るとはね。まさか本気じゃねえだろう、いい子ちゃん。ちマジでやろってのかよ。戦え、かげろう。俺は本気だ。そっちがその気なら俺も手加減できねえぞ。望むところだ。お前の本気見せてみろ。どうじゃ、こいつ。今だ、それ。こいつで逃がすか。手加減はしねえ。覚悟しろ。やっ、って見つけた。逃がすか。危なかったな。どこだ。ほらよ。やっ、手加減はしねえ。やっ、はっ、見つけた。覚悟しろ。これでよし。危なかったな。どこだ。見つけた。手加減はしねえ。逃がすか。やどうじゃ。それ、で、覚悟しろ。来い。これでよし。まずいな。それ、手加減はしねえ。見つけた。で、逃がすか。見つけた。で、覚悟しろ。手加減はしねえ。で、よっ、さ、行くぞ。俺はこんなところで終われねえんだよ。
としても無駄だ。お前、その力は親父の仇。冗談じゃねえよ。俺はまだ死ねないんだ。待て、ユイト、今はまだ殺さないでくれ。ここで死んだら、あの子のために2000年やってきたことが無駄になる。やっと本音が出たな、カゲロウ。何？お前、まさか最初から。こうでもしないとお前は本心で話してくれないだろう。まあ、ぶん殴りたかったのも本当だけど。お前マジかよ。俺めちゃくちゃダセーじゃねえか。本当のこと話してくれるよな。ああ。ユイト、カゲロウ。まだ話の途中だったかしら。カゲロウ、怪我見せて。手当てする。つぐみちゃん、悪いな。みんなも聞いたのか、親父のこと。うん、重ねが話してくれた。ユイト、その大丈夫？まあ今はなんとか。親父の事件のこと話してくれ。そうだな、どこから始めるか。ねえカゲロウ、私も知らないから推測になるけれど、渡月からの命令だったんじゃないの？その通り。俺は任務のために渡月から周防へ送り込まれた暗殺者だ。なるほど、セイラン政府からの依頼ではなかったのか。スメラギ議長は過去の議長たちと違って渡月に不信感を持ってたらしい。それで危険因子と判断されたんだよ。渡月のために暗殺を実行したのか。渡月のベイブの計画を潰すために、俺自身が不穏分子として疑われるわけにはいかなかったんだ。だから保身なんだよ。そもそももう少し俺がうまく立ち回ってりゃ、暗殺なんてしなくても渡月の目をごまかせたんだけどな。だからスメラギ議長には申し訳ないと思ってる。けじめをつけろって言うならそうするさ。だが渡月の剣が片付くまでは待ってほしい。虫がいいのは承知だ。頼む。あの子って誰だ？それが理由なんだろう。まあその話をしないわけにはいかないよな。俺には月に残してきた家族がいる。妻と娘がな。妻とは地球への移民事業の中で出会って
娘が生まれた。移民がなかったことになれば娘の存在もなくなる。そんなことは絶対に許せねえ。だからレッドストリングスを使わせるわけにはいかないんだよ。娘さんの存在を守るため。2000年も前の話だ。もうとっくに亡くなってるはずだし、何をバカなことをと思うだろうな。けど俺の家族が、あの子が確かにいたって事実まで消させたくはなかったんだよ。あなた、それほど大事な家族をなぜ月に置いてきたの？一緒に地球に移住すればよかったじゃない。ただの移民ならな。俺は移民団に紛れた工作員だ。地球の再開発を失敗させることが目的のな。なぜです？月は千年もかけて地球環境を整えたはず。完遂間近になって失敗させるなんて。それは月の状況が変わったからかしら。確か宇宙から何かが飛来したっていう。強化もそこまでは知らないのか。ちょっと長くなるが、2000年前の昔話をするぜ。ヤクモスメラギたちが移民団として地球に渡った頃だ。ある彗星が月の近くを通過していった。彗星は宇宙空間に未知の物質重粒子を残していった。その物質が重力の関係で月と地球に降り注ぎ始めた。地球はまだほぼ無人の星だ。影響は未確認だったが、月では人が化け物になる疫病が確認され始めた。人が化け物に？それってまさか。そうだ、怪異化だよ。重粒子に生物が触れると異形の姿、怪異に変質しちまうんだ。当時の地球再開発は重力制御の最終段階に入っていた。これを狂わせれば月に重粒子が降下するのを防げると、月陣営の計算では結論付けられた。で、俺はその密命を受けた工作員だったってわけだ。しかし、すでに地球にはヤクモスメラギをはじめ移民団がいただろう。彼らは見捨てられたというのか。ひどい話だよな。だが現実は月の思惑通りにはいかず、ヤクモたちの抵抗もあって作戦は失敗した。そして月はプラン B を発動した。重粒子を地球へ押し付け囲い込み、俺たちが月へ戻ってこられないようにしたんだ。重粒子で地球を囲う、それが断絶の帯か。月の宇宙技術は我々の何歩も先を行っているようだ。当時の月人口は飽和状態で、すでに多くの人々が地球へ渡っていたそうよ。口べらしの糸でしょうね。俺は月からも切られ、地球にとどまるしかなかった。その後の月がどうなったのかはわからない。開花が広がっているかもしれないのね。お姉ちゃんと同じような人たちが。それでも家族は無事だと信じ、月へ戻ることを夢見て、俺は渡月の一員になった。何度もコールドスリープを繰り返しては起きて、同志と交代で断絶の帯を突破する方法を模索していたんだ。だが何度目かに目覚めたところで、渡月の奴らが方針を転換していたことに気づいたってわけ。歴史のリセットなんて納得できるわけがない。だから俺は獅子神中の虫に転身したってオチだ。話は分かった。親父が政府を主導してやってきたことには間違いもたくさんあったと思う。でも俺にとってはたった一人の親父なんだ。
親父を殺したことはやっぱり許すことはできないけど、だからこそ家族の存在を消したくないって気持ちはわかる。だから一緒に渡月を止めよう。俺は一生カゲロウを恨む。でも一緒に渡月に立ち向かっていくことはできると思う。それでいいのか？ああ、それに俺だってどこかで間違えてたら、目的のために望まないことに手を染めてたかもしれない。だからほんのちょっとだけどさ、わかるような気がするんだ。お前俺なんかよりずっと大人だな。いや、俺がいつまでもガキすぎるだけか。結局お前に決めてもらっちまったな。情けねえな。渡月を止めるために俺にも協力させてくれ。話はまとまったかしら？カサネ、お前にも迷惑をかけたな。悪かった。急に塩らしくなるのも気持ち悪いわね。カサネ、ごめん。親父のこと犯人だって疑って。いいえ、黙っていた責任は私にもあるわ。ユイトを殺そうと考えていた時、私のことを恨んでくれた方が決意が鈍らなくて済むと思ったから。そうだったのか。だからあなたが謝ることなんてない。うん、わかった。それじゃこの話はここまでにしよう。みんなも思うことはあるだろうし、俺だって何もかも整理できたわけじゃないけど、今はやるべきことをやろう。全員で力を合わせてさ。ユイトにそう言われてしまったら、僕たちはこれ以上何も言えませんよ。さて、では本題だが、我々は一刻も早く渡月に向かい、ベイブを停止させるべきだろうね。渡月への潜入についてだが、俺の超能力で全員を透明化するってのはどうだ？私やカゲロウの裏切りは承知されていると想定した方がいいとは思うけれど。しかし、あまり検討する時間もありません。危険ですが、カゲロウの案に可能性はあると思います。渡月だってまさかこの少人数で攻めてくるとは思っていないはず。奇襲になると考えましょう。よし、やろう。まずは比叡の山を登って渡月の近くまで行こう。